夫人と、メシス女主人と女中。制作年1667年から1668年、フリックコレクションに所蔵。これは、約2年後の作品、夫人とメシスです。先ほどの、手紙を書く女は、アメリカにあるみたいですし、この絵は、フリックコレクションだそうです。フリックコレクションがどうだとかは別に良いとして、とにかく別の場所にあるということは、確かなようです。 でもパソコンは便利ですね。同時に見ることができます。ここで画像処理の登場です。この絵を重ねてみます。机の角を合わせてみましょうか。さてどうなるかなどうですか面白いですよね。服も同じですよ。手紙を書いて、その返事が来たのですかね。映画のワンシーンを見ているようではありませんか。案外気がつかないですよね。ネットで調べても。 こんなことやっている人もいませんし、記事も見当たりません。私はこの絵は2枚を同時に見てこそ面白いのではないかと思います。しかも重ねてみればぴったり一致します。ここで面白く感じていただければ、私は本望です。少し考察しましょうか。あくまでも私なりですからね。正解なんてありません。手紙を書いて、その返事を期待する気持ちを表したのだろうか。 手紙を書いて返事が来るまでの時間差を表現したかったのだろうか同じ視点、同じ部屋、同じモデル、今でいうカメラ的な試みを表現したかったのかこの画家はなんとなくカメラ的な表現を連想させます。考えてみれば19世紀カメラが実用化され美術の世界に激震が走りました。だからこそフェルメールが再評価されたのかもしれませんね。